ルシナルカセファラギンネム、またはギンゴウカンはマメカネムノキカの落葉低木。和名はネムノキに似て白い花を咲かす様子を画語的に表現したところから。中南米が原産地だが世界中に移植され、現在世界のあらゆる熱帯、亜熱帯のアルカリ土壌地帯に繁茂している。日本国内には小笠原諸島と沖縄県に人位入され、 その後野外に一出して帰化した。近年は南九州まで分布を拡大しているようである。おじぎ草やネムノキも属する、ネムノキ赤に分類され、両種の特徴である鳥の羽のような葉を持つ。樹高は日本に定着した種は1から5メートルと低めに止まるが、品種によっては10メートル程度まで高くなる。花はほぼ通年開花し、両種のそれに似るが若干小さく、色が白い。 大きさといい色といい、耳かきについている梵天に告示する。果実は細長く扁平な糖果で、風などに吹かれて落下し散布される。日当たりの良いやや乾燥したところを好み、かなり深くに根を下ろす。その根から水を吸い上げるため干ばつに強く、また痩せた土地も厭わない、生命力の強い木である。若葉や目に、ミモシンという有毒アミノ酸を含有しているので、 家畜がこれらを摂取しすぎると脱毛、繁殖障害、成長阻害といった弊害が出る。人に対しても同様で、小笠原諸島に取り残された兵隊が、本種の種子を食べ、全員残らず丸ハゲになったという逸話がある。ミモシンはアレロパシー物質として、さらには本種を食害する昆虫に対する、寄付成分としても作用するが、銀ネムキジラミという横バイアモクキジラミ科の昆虫は、 ミモシンを分解する構想を有しているので、積極的に本種を食害する強力な天敵となっている。銀ネムキジラミの食害により、群生する本種が一斉枯死することも珍しくない。痩せた土地でもすぐに繁茂する本種は、当初畑の緑肥、新炭、家畜の飼料、荒れ地の緑化、土壌流出防止など多目的に有用な植物として1862年に、 小笠原諸島、1910年以降に沖縄県へ人為的に移入された。当初沖縄県ではスリランカ産種を導入し人手で管理していたが、太平洋戦争後の混乱期に放置され、さらにその後農業形態の変革等により、蒸気の用途で用いられることはなくなり、野外に一出した。また、沖縄戦で焦土と化した島の土壌流出防止用として、米軍が、 ハワイ産種の種子を空中散布した事実もある。小笠原諸島でも太平洋戦争中の全島民離島沖に島中にはびこった。1985年移行量地域に銀ネムキジラミが侵入したことで勢いを弱めつつ、あるが未だ在来の固有植物に対して優勢にあることは変わっていない。野生化したもの以外に園芸樹木として観賞用に栽培されているものも、 ある。園芸品種は野生化している品種に比較して、花がずっと大きい。野生化した本種を指す場合、銀ネムの名で呼ばれ、園芸樹木としての本種は、銀号館の名で呼ばれるようである。豆花に近い本種は根に空中窒素固定作用を有する根粒菌を強制させているため、品栄養の状態であっても極端に成長が早い。さらに、 アレロパシー物質のミモシンを分泌するため、すぐさま本種の実で林を形成して、多種を駆逐し、本来こういった場所において優先種となるべき、当該地域の固有植物群への繊維を阻害している。沖縄県や小笠原諸島では、本種の好む、日当たりの世や基地や、工作放棄された田畑は大抵本種に占拠されており、在来固有種の生育を阻害している。 世界の侵略的外来種ワースト100リストの一種に数えられているほか、外来生物法によって要注意外来生物に指定されている。かつては多目的に有用と期待され世界の熱帯、亜熱帯地域において積極的に導入されてきた本種であるが、日本においては生活様式や農業形態の変革によって畑の緑費や新炭といった用途はなくなり、 ミモシンの問題があるため家畜の飼料にも使えず、現在役立っているのは土壌流出防止と荒れ地の緑化用ぐらいである。しかし短期間で成長しとめどなく増殖する性質があることから、そういった用途に用いられることもなくなってきている。それにはおかけ同じく外来種である本種の天敵、銀ネムキジラミが本種の有用性をさらに既存している。緑化や 土壌流出防止用として意図的に植栽された本種がキジラミの植害により一斉枯死し,して一面が枯れ木で埋め尽くされたり傾斜地が崩壊する危険性が出てきたからである。だが近年になってミモシンを発酵過程で除去する技術が開発され、それと同時に本種に含まれるカルシウム、カリウムといったミネラルやタンパク質、食物繊維などが注目されるようになった。 現在沖縄県では本種を原料に用いた茶などの健康食品が商品化され、土産物屋などで販売されている。なお本種が単年度あたりに生産するバイオマス量は他の植物に比較して桁違いであり、同様に過去に本種が輸入された東南アジアの開発途上国などでは本種の生産したバイオマスを積極的に利用している例もある。クロンキスト体系では ネムの木化とする。ABC ギンネム国立環境研究所、新入生物 DB、DB ハット AB 村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日。ISBN4 から8052から0706、X。P206AB 滝康彦、財団法人自然環境研究センター。 決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。ピアニッシも276から277。ありがとうございます。